特別手法警察職員とは、警察官ではないが、特定の法律違反について、刑事訴訟法に基づく、犯罪捜査を行う権限が特別に与えられた一部の職員のことである。自衛隊刑務官、麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安官等がある。犯罪捜査ができるため、捜査に係る刑事手続きや逮捕や捜索差し押さえ、 総検等を行う権限がある。いずれも、その分野のエキスパートであり、一般司法警察職員たる、通常の警察官にない高度な専門の知識、技能、経験などを有するため、警察官よりも、円滑、スムーズに捜査できるので、その分野における犯罪に限り、司法警察職員としての権限を付与されている。場合によっては、おとり捜査など、法律によって、 警察官よりも強力な権限を付与されている場合もある。なお、特別司法警察職員が捜査をしている事件を一般の警察官が捜査できないということはなく、警察も同じ事件を合同で捜査したり、独自に捜査したりすることもある。また、主として陸上を管轄するために組織されている警察の装備や能力では対処できない。 内視対処が困難な場面を想定して設けられた海上保安官のように、司法警察権の範囲が限定されず、単に公出べきエリアのみを限定した特別司法警察職員の制度もある。さらに、海上保安官には、公開における海賊の船舶や、海賊放送を行う船舶などを、領海の外であっても打歩できる権限のほか これらに乗船している者を逮捕する権限や船内にある財産を募集する権限など国際法に基づく権限も付与されている。これらは同条約及び国際監修上各国の海軍や沿岸警備隊等に相当する機関が所掌すべき職務とされているため日本の現行法制の下では警察庁内市都道府県警察は別途法令の規定により 海賊行為への対処に必要な措置を実施する権限が付与されている場合を除いてはこの権限を行使し得ない。特別司法警察職員にも一般司法警察職員と同様に司法警察員と司法巡査との区別がある。個別の根拠法によるもののほか、司法警察職員と指定応急措置法第1条が追認する対象12年直例第528号。 司法警察管理及び司法警察管理の職務を行不き物の指定等に関する件によっても指定されている。また刑事訴訟法第190条の規定にも根拠がある。ありがとうございます。